サンダースロー株式会社は、かつて存在した、イギリスの航空及びマリンエンジニアリング会社で、本社は、ワイト島のイーストカウズにあった。1953年9月、ファーンボロー国際航空省における、サンダースロープリンセスサンダースローの社名は、アリオット・バードンロート・ジョン・ロードが、船舶メーカーである、SE ・サンダースの株式を取得した1929年に、始まる。 1926年から1929年までは製品にはサンダースの名称が使われていた。サム・サンダースは船舶や航空機に使用される素材であるコンセタの開発者であった。サンダースローはサロと省略されることが多いが飛行艇の製造に集中した会社である。しかしながら同じイギリスの飛行艇メーカーとして一時流星であった。 ショートブラザーズとは異なり、自社開発機種で特筆に値するほどの大量生産が行われた事例はなく、ロンドンが31機製造されたのが最大である。むしろ他社製の機体の部分的受け負い生産が主たる業務となっていた。ブラックバーン社向けの胴体の製造も行っていた。第二次世界大戦中はスーパーマリンウォーラス飛行艇と、 スーパーマリンシー・オッター飛行艇の生産を受け負った。アングルシート・ビューマリスの工場では、イギリス空軍のカタリナ飛行艇の改良と整備を行っていた。1931年に1月号のフライトマガジンは、ホワイトホールセキュリティ社が、サンダースローの株の大部分を取得したと報じた。ホワイトホールセキュリティはすでに、スパルタンエアクラフト社の大株主であったため、スパルタンエアクラフトは、 実質的にサンダースローに吸収されることとなった。1938年、サンダースローは組織改編を実施した。造船所と船舶製造からなるマリーン部門は100%個会社ののサンダース造船所となった。合板部門は新会社のサロ合板製作所に移管された。航空機部門に変化はなかった。 1952年8月22日、長距離旅客飛行艇であるサンダースロープリンセスの初飛行が行われた。しかしながら、すでに飛行艇の時代は過ぎ去っており、追加で2機が製造されたものの、この2機は飛ぶことはなかった。それ以降、飛行艇は製造されなかった。ショート車の飛行艇の改良だけが1955年まで続けられた。 プリンセスとイーストカウズの工場。1954年9月、サンダースローが最後に製造した固定翼機は複合動力溶撃機の実験機である、サンダースロー SR-53 であった。1951年、サンダースローは、シエルバオートジャイロ社の株を取得し、サンダースロースキーターヘリコプターを開発した。1959年、 国立研究開発者からの要請で、クリストファー・コッカレルの設計による最初の実用的ホバークラフトであるサンダースロー SR-N1 を開発した。同年、サンダースローのヘリコプターとホバークラフト部門の株式はウエストランドエアクラフトに移管され、スキーターはウエストランドスカウトとウエストランドアスプともにウエストランドで生産された。1964年、 ブリティッシュホバークラフト設立のため、ウェストランドのホバークラフト事業はビッカースと合併した。ブリティッシュホバークラフトは1970年にウェストランドの100%子会社に戻り、1985年にはウェストランドエアロスペースと社名が変更された。その後ホバークラフトの製造は年々減少したが、1990年代中盤に AP1 から88が開発された。 サンダースローは、ブリテンノーマン社の下請けも行っており、デハビランドカナダ DHC-8、ロッキード C-130 ハーキリーズ、ハンドレページジェットストリームのエンジンナセル、マクドネルダグラス MD-11 の部品製造を行っていた。1990年中盤まで、世界中のターボプロップエンジンナセルの60%が、 サンダーズ・ローのイースト・カウズ工場で製造されていた。グロスター・サロ・ミーティア科学消防車1960年代後半から1970年代前半に、ホーカーシドレーが所有していたサンダー・ス・ローのホリー工場は、グロスターとの合弁により、グロスター・サロとなった。両社のアルミホ技術を利用して、科学消防車を製造した。1984年、 グロスターサロは、チャブグループの消防車事業を買収し、1987年には、サイモンエンジニアリングと合併し、サイモングロスターサロが設立された。1994年、ウェストランドは GKN に買収され、GKN は、アグスタウェストランド設立のためにウェストランドの株を売却した。アグスタウェストランドは、イーストカウズ工場を維持し、 航空機部品との設計と製造を行っているロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントとの共同開発。ありがとうございます。